はい、どうも、じゅんです。今日なんですけど、まあ、いつものベラスっていうステーキ屋さんにちょっと来てます。で、ここで、ちょっと今日山本先生がいらっしゃってて、で山本先生側の、動画でちょっとステーキがどれだけ筋肉にいいかみたいな、撮影があるってことだったんで、今日は山本先生に僕側からは、ちょっとドッキリみたいなのを仕掛けようかなと思って今日の動画撮ります。で内容なんですけど、僕に出てくるステーキっては普通のサイズで、美味しく食べれるサイズなのに、山本先生の肉だけなんかやたらでかいみたいな。それを山本先生も多分んって思うと思うんですけど、ひたすら食べてもらうっていう動画でいきたいと思います。本当はね、ちょっともうちょっと突っ込んだドッキリとかねやろうかなと思ったんですけど、ちょっと相手がちょっと山本先生ですので、ちょっと僕ができうる限りのラインはあんまそこかなと思って、そういった内容をちょっとやっていきたいなと思います。でもうね、山本先生中でちょっと待機されてるんで、何事もないように、ね、さらっととんでもないでかい肉を先生の前にボンと、ちょっと焼いてもらおうと思います。じゃあレッツゴー。これだけサイズ感が違うのか。こっち多分 200g ぐらいで、こっち600か700ぐらいあります。ちょっとこれを焼いて見せつけました。失礼します。お待たせしました。クイーンステーキ竹抜きです。はい、はい、大体先生の方がちょっとだけ大きいです。まあ、遠近法です。はい、遠近法で、これが特製のタレなんです。はい、やっぱステーキよく食べられるんですか？よく食べます。そうなんですね。いつも量どのぐらい食べるんですか？頭控えめに 400g ぐらい。控えめに、うん、現役時代こんだけ食べようと思えば食べれたんですか？キロぐらいは普通に食べられたんだけど、まあ、とにかくお金がなくて、ステーキは高級品だったのでもう安い豚こまとか、豚こまね、チキン胸肉とか、はい、ちなみに今日の先生のステーキサイズにおそらく600g超えぐらい。よし、最後はそっちのケース。やっぱ食べれる人の方が筋肉がつくみたいなのってやっぱあります？やっぱり消化能力が高い方が吸収も良くなるので。じゃ食べれることって才能でもあるんですね。
先生、ゆっくりで大丈夫ですか。先生、あと 300g ぐらい。ちょうど半分ぐらい。全然まだまだ余裕ですか。まだまだ。いや、さっき僕びっくりしたんですけど、先生今おいくつですかって、もう正直40半ばぐらいだと思ってたんですけど、もう今年51になられる年で、51でこの体ってすごいっすよ。で、先生秘訣はやっぱりトレーニングをやりすぎないこと。やりすぎない。でも、程よく。やっぱ今あれですか、あの関節痛いとかなく健康に。今はほとんど痛いところができてない。息するぐらいだったら全然問題ないです。問題ないですか。なんでちょっと、まあ、もちろん現役の時はそうなんですけど、やっぱり年を取ってきたらそれ相応のトレーニング法っていうのがやっぱり、あるみたいなので、それでもこれだけの筋肉をやっぱ維持できるってことなので、ちょっと詳しくは先生の電子書籍文献を買ってください。お願いします。いくら本当ですか。一番体調悪かったのはその30元気の無理してた時が一番やばかった。それも騙し騙しって感じだったんですか。多分内臓も結構やばかったと思うので。あ、そうなんですか。その時は今ほどそんなに気使わってなかったんですか。とにかくみたいな。先生、こういうの残ってると思わなかったですね。ブロッコリーあれですよね、エストロゲン作用を抑えてっていうのが肝機能も高まってくる。肝機能も良くなるんですね。ブロッコリースプラウトとかいいんですよね。なんで、あの野菜嫌いじゃない人はぜひブロッコリーいっぱい食べるようにしてください。先生は基本的に全部サプリかな。ブロッコリーのサプリメントはもう、まあ、1年通して1年通して飲んでますね。じゃあ先生にも感触ということで、先生ありがとうございます。お得なさそうなんです。あ、なんかドッキリ仕掛けようかなと思ったんですけど、先生普通にあの1キロ余裕で食べれるってことで、あの全然ドッキリになって何もなくなかった。全然余裕で。なんなら始まって肉出てきて5秒ぐらいで気づかれるっていうね。それは気づきますね。しらけさすんじゃないよ。ということで、今日は山本先生にステーキドッキリでした。ありがとうございます。ありがとうございます。